こんばんは、キャシーです。今日は久しぶりに動画を撮ってます。またね、これからたまに YouTube のね動画もアップしていこうかなって急に思ったので更新していこうと思います。で、今日はですね、じゃん、私おしゃれ好きなんですけど、これはこの秋めちゃくちゃ着るなって思ったすっげー可愛い商品があったから紹介したいと思って動画撮ることにしたんですよ。これが、ユニクロのワッフルクルーネック T シャツ、長袖なんですけど、ワッフル T シャツなんですよね。こういうワッフルのロン T ですね。パーカーまで熱くなくてロンティーなんですけど、でこれがレディースですね。私レディースめったに買わないんですよ。ユニクロのその身長と横幅が、身長で買うと横が大きくて、で体型の方で買うと丈が短いとかなっちゃうんで、レディースが基本的にサイズが合わないんですよね、どのブランドも。なんですけど、だからメンズを買うことが多いんですけど、これはどうしても可愛かったんでレディースを買ったんですよ。久しぶりにユニクロで買ったレディースなんて。この丈がほら、下がペロリってなんていうの、 U の字、まっすぐじゃなくてラウンド型ですね。下がこんな感じになってて、でクルーネックですね。クルーネックのワッフル T シャツで、レディースの商品なのでクルーネックなんですけど、まあちょっと、まあ、メンズよりはこうちょっと襟首が開いてる感じになってますね。で袖が絞ってあるタイプのキュッてなる、腕をこうまくって次に押してこないタイプのやつですね。こんな感じの作りになってて、これめっちゃ可愛いと思って、はい、これそもそもツイッターで、ツイッター、ユニクロのツイッターねフォローしてるんですけど、こういう組み合わせで見てくださいみたいなやつで、黒と青 の、 色の組み合わせで、これの黒があったんですよ。黒で下がジーパンの淡い色のジーパンで、黒と青っていう、黒かける青ってこのコーデみたいなやつが載ってて、うわめっちゃ可愛いこのコーデ、私もやりたいと思ってユニクロに見に行ったんですよ。黒いこのワッフル T シャツ買いに行こうと思って、で買いに行って試着してみて、うわめっちゃ可愛いと思って、黒も可愛かったんですけど、結局ちょっといろいろ見たらこれが可愛いかなって思ってこれにしちゃったんですよ。結局ね、黒買わずにピンク、サーモンピンク、ちょっとピンクっていう色よりちょっと色が変わってるんですけど、この色にしました。他にもカーキと、黒とカーキと、きなり白の色がちょっと黄色っぽいやつですね、とこのピンクとグレーかな、の5色ぐらいあったと思います。はい、でちょっとねこれに着替えてこようと思います。 GO！ はい、着替えてきました。こんな感じです。こんな感じ見えるかな、ちょっと座ってるんですけどね、めっちゃ可愛くないですかこれ、そうそう、中にね、私黒い T シャツの中にインナー着て、ワッフル T シャツがこの直接着ることは私あんまりないんで、中に T シャツ着たら、まあ、さっき言ったけどレディース商品なんでここ入り口広いんでインナーが見えちゃうんですけど、まあ、T シャツだからいいかなって、こんな感じでなってます。めっちゃ可愛いと思って、このなんかデザインですね、このちょっとゆるっとした感じもいいし、ただ先はこんな感じです。全体映ってなくてすみません、後で写真撮ってちょっとつなげますね。はい、写真、はい、ということでね、全体写真で見てもらったと思うんですけど、こんな感じでめっちゃ可愛いんですよ。この私マジでワッフル T シャツあんまり好きじゃないというか好みじゃない、なかったんで、買ったりとかしたことなかったんですけど、なんかこれ、このデザインすごく可愛いなと思って買っちゃいました。値段はね、いくらだったっけな ?1990円です。1990円で、リブアリの。はい、これ L サイズです。私は身長169センチの、レディースの L サイズ買いました。ちなみにワッフル T シャツ、ワッフル T シャツ、これワッフル T シャツ、あ、ワッフルのロンティーだ。は、メンズもあって、メンズはここの、下がね、ここがね、ここがまっすぐだったんですよ。ロンティーは、クルーネックのワッフル、メンズの T シャツは、普通のフラットのやつで、
メンズのここにボタンがついてるやつですね。ちょっとボタンがついてるやつはこういう形です。やりぐりが。っていうのは、メンズの方は2種類あったんですけど、色とかはね、ちょっと覚えてないんですけど、どうしても今回はね、このレディースのサイズのやつが多いなと思って買いました。で、ピンクで、なんか秋っぽくていいかなと思って、これは今年の秋、毎日っていうかヘビロテっていうかね、めちゃくちゃ、私ね、気に入ったら、なんていうの、いっぱい着るんですよね、そのシーズンで。よっぽど気に入ったらなんですけど、気に入ったらそればっかりも、毎日、洗っては着て、笑っては着てって。お気に入りなんで、この秋は、この冬まで。でも冬もね、インナーに使うと思うんですけど、ちょっとワッフルロンティーがどれぐらいでへたったりするのとか、そのインナーに使うとどうなのかとか全然ちょっとわかんないし、あったかさとかもどうなのかなっては思いますけど、今ね、この時期で夜、着てても部屋でね、部屋で着てるんですけど、部屋で着てる分には全然なんとも思わないちょうどいい感じですね。暑くないとぴったりしてないから、こんなゆるゆるなんで可愛い。これいろんなコーデに使えるから、ジーパンとかにも合わせてもいいし、なんかいろいろ使えたらいいなと思って、はい買いました。ユニクロね、全国にあると思うんで、いいなと思った方はぜひ買ってみてください。ですね、服のデザインとかも考えたいんですけど、やっぱこうやってね、買い物に行くと、うわー、かわいいなーって思ったデザインがあると、わちょっと見てみたい、買いに行きたいってなって、新しいもの買ったりすると、すごくウキウキするんですよね。それだけで、なんていうか、毎日が楽しくなるから、やっぱおしゃれっていいなって思います。はい、こんな感じで、今日の動画を終わりにします。見てくれてありがとうございます。またね。